キラ城は、土佐国にあった、中世の日本の城。別名、キラボン城。高知市指定史跡。キラ城は、前方には、割れ南平野が一望でき、後方には250メートルのキラカミがそびえるの、溶害の城である。土佐南岳発祥の地。土佐キラ市の代々の居城として知られるが、追記念は不明である。追記あるは、キラ氏と言われる。キラ氏は、 平治の乱の後、土佐に配慮された、源の望みにの子孫と言われ、その子、キラ八郎が築いた平山城だと伝えられる。キラ千爪の頃が前世で、周王から南村売権を招き、土佐南学の石を築くなど文武両道、恩和聡明な上司として、名が高かった。キラ千次家が五戦官了し、戦国時代に土佐七尾の一人に数えられた。 天文九年本山城を拠点に持つ元山氏は、吉良城からわずか十キロメートル北に朝倉城を築いた。それに恐れた、千忠氏は、土佐一城家を頼り、一城氏は森三歳を築いて、元山氏に対抗。二月、元山重時は、千忠氏が、仁淀川であゆ漁に興じる隙を見て奇襲。吉良城は落城し、川ので、氏は落し、 名門キラ氏は滅亡した。我南を手にした元山氏は、キラセを名乗り、森山、秋山を含めて、土佐中央部を支配する。しかし、東方で勢力を拡大した長我壁氏の勢力に押される。両氏の対立は、長浜の戦いのとの本の戦いから始まり、A66 年、元山氏は、朝倉城、キラ城から撤退する。 長祖壁元地は弟の長宗壁近下猿を入場させ、キラチカサと名乗らせた。しかし、親邸の子、キラチカザは後継問題で元親の怒りを買い、切腹する。この城は後に元親の子、上心に与えられたがほどなくして、廃城になった。上石と三毒の土屋ととされる場所は、 旧春の町教育委員会により1984年から1987年にかけて発掘調査され、土屋とは明確ではなかったが、車から掘った手柱建物跡や炸裂状のピットなどの当時の遺構を検出した。ありがとうございます。